メヒア、佐々木朗希と投げ合った結果、だ、大丈夫や。両先発の投げ合い、ドラゴンズのメヒア投手は、5回を投げて、75球、3安打、3奪三振、1失点、という結果に終わった。ロッテ打線をこの最小失点に抑えており、幸先良いスタートになっている。一方の佐々木投手は、5回無失点で球速も、162キロを記録するという化け物ぶりだ。朗希がおかしいだけで、メヒアは頑張ってる。ロッテ打線に5回1失点は好投ですよ。なんとか開幕3戦目も安定感ある投球を頼むぞ。知らん間に梅津くんに変わってるやんけ。佐々木朗希は、やはり怪物すぎるピッチングを披露してくるよな。中日打線は手も足も出ない。今日はメヒアのゾーン攻めが多いね。朗希に圧倒されるけど、メヒアもすごいんやぞ。彼を発掘した中日スカウトを褒めたい。投手の外国人は当たりが多い印象やな。しっかりと調整できてるね。キャンプも初めの方から参加していたし、絶対に活躍できるよ。開幕3戦目も頼みます。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。